お疲れ様です。クロスの龍です。夏です。アッシュー、はい、はい。大好評企画ですよ、はい、今日も、はい。いいですか、はい。いいですか、はい。サガン鳥栖戦略勉強会、はい、はい。もう本当に九州のね、チーム戦略勉強会シリーズ、はい、ちゃんと伸びてます。はい、嬉しい。熊本、琉球、はい、お長崎、大分の順番かな。そうね。ちょっと下から上がってきたんですけども、はい、いや素晴らしい、素晴らしい、本当にすごい、長崎が5000回回ってますから、ね、いやしかもね、やっぱねサポーターの皆さんがね、すげえ言葉が温かい、温かい、温かい、あ、まあ、ちょくちょくミスもあるんやけど、うんうんうん、なんかそれも優しくしてこう、ね、こう指摘してくれながらも、うん、ちゃんとこうあのスタメンもらったりとかもあるし、ね、そうね、とかあのサポーターから見たらこう見てるよ、ね、みたいなところとかね、あの教えてくれたりとか、めちゃくちゃありがたいね。いや本当にコメント欄がいっぱい、そしてねチャンネル登録数が伸びてますと、はい、ありがとうございます。本当に久しぶりじゃない、2200台に行ったら、はい、この調子で3000行きたいですね。行きたいですね。皆さんチャンネル登録、はい、ぜひぜひお願いします。お願いします。いや本当にね嬉しい、嬉しい。もっとみんなでこう九州の J リーグを盛り上げていきたいなっていうところですけど、うん、チャンネル登録やっぱ増加すると俺らの気持ちも、ね、いやモチベーション上がるのよ。トロトロ前トロってこうやる。本当今日ももう1時過ぎてますけど、はい、なんとか今日撮りましょう。そうですね、モチベーション上がってます、ね、上がりますと、はい、でなんか今回とか、うん、今このシリーズ結構新戦力とか、はい、まあ放出がメインなんで、うん、まあ、またできればシーズン直前に、うん、まあ、現存戦力も合わせたスタメン予想の、うん、まあ、生配信なのか、ね、まあ、動画なのかをまた上げれればと思ってますので、うん、そうね、サポーターさんが書いてくれたやつもあるし、ね、そう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 、あるんで、うん、まあ、それを元にというか、はい、やっていければと思いますので、はい、はい、じゃあ今日はサガン鳥栖、はい、やっていきましょう、はい、じゃあ、まずサガン鳥栖、はい、戦績お願いします、はい、サガン鳥栖2020年シーズンが2022年シーズンが戻りすぎよ、はい、2年は戻りすぎ、2022年シーズン、うん、リーグ11位、はい、はい、勝ち点が42の、34試合9勝15分け10敗、はい、で45得点44失点というところで、はい、リーグ11位で、まあ、ちょっと早い段階で残留はもう決めて、ね、しまってっていうところですね。なんなら鳥栖に関してでも残留は割と余裕というか、うん、余裕で早い段階で決まって、俺最終順位見て思ったのは、うん、もうちょい上のイメージだった、うん、結構良かったよ去年、うんうんうん、なんか意外になんか最終ちょっとやっぱ落としての11位フィニッシュかなっていうところですね、うん、そうね、やっぱ鳥栖のところでやっぱ話してると、あの最初やっぱかなり昨シーズンも入れ替えがあって、うんうん、かなりの入れ替えがあって、今年も多分ね後でアウト説明話すけど、やっぱり、ね、レンタルの選手が多くてとか若手ばっかりで、俺大丈夫なんこれみたいな言ったけど、そう結局ね、やっぱ11位、結局うちアビスタよりもね、いや早く、すごかった、やっぱ監督も変わって、うん、もう選手も、まあ、5割以上スタメンが抜けて、うん、半分以上抜けて、うん、この結果ってやっぱ素晴らしい、ね、何かあるんよ、やっぱりいや悔しい、正直、ね、去年アビサポは悔しかったよ、すごいよね、だって逆やん、アビサポって監督も3年目去年入って、うん、で選手もある程度ちゃんと既存勢力も残って、うん、その上でルキアンも取りますとかで、うん、結構盤石な状態で行ってギリギリフィニッシュ、そう、ね、うん、逆なのよ、うん、鳥栖はいや監督も変わってチーム内で問題もあって、うん、選手も変わってでもここっていうのはやっぱりなんか素晴らしかった、すごいやっぱり、悔しいけどやっぱ仕上げてくるね、結果よ、鳥栖はね、あやっぱ結果あんのよ、うん、まあというところで、はい、ね、来2023年シーズンも期待になるんですけど、はい、はい、じゃあね、アウト、はい、こんな感じですな、はい、多いね、多い、めちゃくちゃ多いな、だ手元にあるけど、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17名アウト、俺過去最大かもしれん、これ、うん、去年からやってて多いね、まあ、ちょっと未定とね、レンタルとか結構あるけどね、パク選手が、うん、モハンスティーラーズ、はい、柿田が柏、はい、鹿島、はい、宮代が川崎、うん、佐藤が京都、湯沢が三手、うん、石が横浜、荒木が町田、うん、松本がレノファ、ジエゴが柏、梶谷がブラウブリッツ、はい、柿田、森田が柏、はい、ドゥンが三手、はい、小泉が FC 東京、はい、板橋が三手、はい、相良がベガルダ、はい、深谷が三手、はい、福井がバイエルン、はい、素晴らしい、はい、多いっす、ね、すごいね、いやもう俺は平均何回も言ったんですけど、やっぱ10前後なんで、はい、うんうん、15、6はもう結構過去最多近い多いかなと思ってますけど、まあさっき言ったみたい、ちょっとさっき言ったみたいな情報的には、うん、レンタルバックもやっぱあるから、うんうん、まあ、そのも
加味してのこの量とかですよね。そうね、昨シーズンもこんな感じだったよね。まあそうそうそう、レンタルバックが多くて、まあ、トスすごいね、毎回こうよね。ね、うん、でも多分、まあ、ずっとじゃないと思うの、うんうん、多分この 2,3 年でまあちょっとずつこう若手志向に変えていきたいから少しずつ変えていってる。そうね、あとはまあもちろん金銭面もあるやろうし、ね、若い成長する選手が完全移籍取られたりとか、ね、結構でのアウトが結構昨シーズン多かったイメージあったけど、ね、でまあもちろん注目すべきはやっぱ垣田、うん、宮城ですよね、はい、去年どうでしたっけ宮城ってこの2人が、昨シーズンチーム内得点ランキング1位、うん、2位、うわ徳島コンビね、ところで、ああ、まあ、この2人入った時点では熱いねって話はしよったけど、やっぱりね宮城選手とかやっぱもうベストゴールって言っていいんじゃないかぐらいのゴールとかも決めたり、いやすごかった、ね、かなりやっぱり活躍してて、まあ、柿田選手も安定のねゴール数っていうところで、うん、まあ、この2人が、まあ、トスのゴールをかなり支えてる感じはある。なんか本当この2人で言うと、うん、まあ、徳島時代からやってて、まあ、柿田とかで言うと徳島を J1 に上げて、うん、で、その後、トスに来て結果残してたから、うん、もう本当にどこでも活躍できるっていうのをもう見せつけたんで、うん、まあ、ここから鹿島に戻るのも絶対安泰だと思うし、うん、まあ、三好もねフロンターレ戻ってからもまだ活躍するかなとも見えてますし、うん、いやでもこの2名抜けたのでかい、かなりでかいと思いますね、相当でかい、うん、まあ、あと他の選手で言ってもやっぱちょっとあの出場試合の出場数とかを見ても、うん、ジエゴ選手とか、うん、小泉選手とかでいくと、はい、かなりやっぱこう上位に入ってくる、そう、ねそうね、中心メンバー、うん、もうジエゴっつったら去年、ね、すごかったね、トスをやっぱりもう最後引っ張ってるっていうようなもうイメージがやっぱかなりついとったわけで、うん、やっぱここ移籍されるときついよね、いやレイストルはいい選手取ってる、そういう意味で言うとう、ね、うん、ジエゴ取って素晴らしいなと思いますね。まあ、なんでやっぱ去年に引き続き主力メンバーが結構移籍しちゃってるという ね、まあ、バックも含め移籍しちゃってるっていうところですね。そう、なんか俺個人が気になるのはやっぱ去年見てて思ったのは、うん、結構大学生去年取ったんですよ、うんうん、今でいうと孫選手とか、はい、取ったんですけど、うん、ここをもう1年で、うん、あの期限付きで出して成長させてって感じだから、うん、まあ、意図としては大学生取ります、うん、ちょっと1年トスで見て、うん、そのまあ、状況を探って出して成長させてまた帰ってきてみたいなやり方が見えてきたというか、うんうんうん、まあ、いい意味でね、うん、見えてきてるなっていう、まあ、育成が上手やけどね、いやすごいと思う。で小泉選手とかもさ、まあ、鹿島でちょっと出場機会減ってきた時に、うん、まあ、トスに来て、でトスでまたちょっとブレイクして、うん、FC 東京に引き抜かれるっていうのはもうすごいいい流れだし、そうね、小泉選手もやっぱここね、うん、昨シーズン今シーズンでやっぱこうトスのイメージついてる、いやいやそうそうそう、ね、かなり潰し屋じゃないけど結構いやもう本当にこういい意味で小泉選手はまた再ブレイクするんじゃないかなと思うし、うん、まあ、アウトこんな感じです ね、 そうですね。あとは YouTuber の深井選手がね、トライアウト行ってたけど、ね、YouTube 見たけどトライアウト行ったけどもちょっとなかなか声かからんというウィンナーズ戻るんじゃない、戻っていいかもね、戻ってもね、ねえねえ、うん、いやっていうとこっすね、はい、はい、じゃあイン、はい、行きましょうか、インこんな感じですの、はいはい、じゃあインちょっと軽く読みましょうかね、うん、コ・ポ・ボンジョ選手が、はい、龍神大学校ですかね、はい、坂本選手が山形、はい、横山選手が山形、うん、アンソニー・アクノがカイザーチーフス FC、はいはい、で岩崎選手が北海道に、うん、から完全移籍に加入、うん、山崎選手、藤原選手がモンテリオ、うん、川原選手が熊本、はい、釜山選手がマリノス、富樫選手がベガルダ、うん、内山選手が、藤枝、うん、川波選手が関学、うん、竹内選手、坂井選手、奈良原選手、うん、大里選手が鳥栖から上がって、うん、アンダーから上がってきた、はい、平瀬選手が早稲田、はい、ですね、うん、うわ取りましたね、これは取ったね、多分取ったね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、うん、取りましたね、で多分取ったよこれは完全に、これは取ったね、うん、はい、まあちょっと注目選手いきましょうかね、はい、まず岩崎選手、いやそこよ、俺もそこ言いたかった、完全移籍ね、でかい、もうやっぱあのさっきも話したけど出場数だけで見ても、うん、やっぱりパク・イルイ選手、うん、福田選手に続いて多分岩崎選手、うんうん、狙ってるんで、キレキレでしたね、もうやっぱ昨年はかなり活躍したね、しかも、うん、多分あれでしょ、去年日本代表選手、そうそうそう、うん、それこそやっぱもうブレイクというか、トスで大ブレイクしたし、うん、もうなんか今後もいた方がいい、選手的にいた方がいいんじゃないかなと思うけど、いややっぱり
ぱ試合して思ったのはやっぱ勢いがすごいよね。プレスもそうやし、ボール持ってからのスピード感というか、キレキレ仕掛けるキレッキレ、いやマジでキレッキレ、恐怖やったよ本当あそこ持たれるとっていう。やっぱり岩崎選手やっぱ京都立花の時からすごかったからね、いやより磨きかかったよね、うん、やっぱだけでもこんあんだけのプレー見せれるなら今コンサドーレ戻っても多分すげえ良かったと思うけど、まあうねうんうん、けどやっぱ鳥栖がなんとか完全移籍勝ち取った感じですね。本当に多分勝ち取ったって感じだよ ね、うん、それでいうとあと西川選手とかも、はい、多分延長になってて、うん、あの期限付きがね、はいはい、なのでまあこのぐらいブレイクしたいというか、うんうん、多分プレースタイルも遠くないと思うのよ、うんうんまあ、アタッカータイプ で、うん、でまあちょっと岩崎選手に続ければなっていう感じではあるね、うんうんうんまあ、あとはもうやっぱり熊本のキャプテン川原選手、いい選手取ったね、うん、ここね結構ねやっぱ神戸とか狙っとるみたいなね話とかも結構あったんやけど、熊本がそう、トスがね、うん、一本ずりした感じだよねっていう感じ。やっぱり川原選手としてもやっぱりこう神戸っていうとやっぱすごい選手がゴロゴロゴロ感じではあるけど、鳥栖のやっぱサッカーみたいなところにもしかしたら惚れたんじゃないかなみたいなね。俺やっぱこのチーム選びにもセンスあるなと思って、正直やっぱり今やってるサッカーでいうとやっぱ鳥栖すげえおもろいサッカーしてるし結果も出してて、まあただやっぱそのチームの格だけでいうとやっぱりまだヴィッセルのはちょっと上やけど、ちゃんとここ鳥栖を選んで移籍したっていう川原選手のセンスやっぱあるなと思って、あるね、かなりあるね。で、あと僕で言うとマリノスの、はいまあ、樺山選手とかベガルダの富樫選手、富樫選手はねもう昨シーズン、キャリアハイ あの2桁決めたよ、11得点というところで37試合11得点素晴らしい、うん、すごいよ、まあ、ベガルダでしっかりやってきたんで、うん、そう、あとはそれこそ柿田選手と宮下選手のちょっと得点のねところをやっぱり埋めてもらうために富樫選手なのかなっていう。そうね、うん、樺山選手もアタッカーですし、うんまあ、ここの活躍っていうのは結構期待されてるでしょ、ね、ここのやっぱ活躍がないとやっぱ埋めれんよね、うん、間違いなく埋まらんね、うん、でもおもろいやん、面白いめちゃくちゃおもろいやん。一人はやっぱ面白いなと思ったら、アンソニー・アクム選手、アントニーあの芸人のアンソニー、アンソニー・アクム選手、ケニア代表にも選出されているんで、30センチフェンスですっていうところで、ちょっとなんか珍しい、いや本当珍しい、トスにしては珍しい。しかも俺 YouTube でちょっと動画見たよ、うん、えげつない、なんかもうスポーンボール取ってって、もうズワーって前まで行ってっていう、もうなんか、まあ、今ジエゴのとこなんじゃない？そういやかなりなんか本当ジエゴ選手みたいに勢いのある、おーおーおー多分点も決めれると思う。はいはいはい。結構シュートのシーンなんか動画もあったりしたっけ、これ多分点も決めるかなりこうパワーと勢いがある選手って、まあ、本当にジエゴ選手のとこを埋めたいんじゃないですか、うん、やっぱそうね、やっぱ一人ね、一人というか外国人おるとやっぱね勢いつくのとかあるんよ、やっぱり、うん、アビスパで言うとグローリーとか、うん、やっぱねパワーが必要なことってやっぱあるんよね、うんうん、ゴリッといきたいところ、そうね、そういうところで言うのはアンソニー選手ですからね。ケニア人選手とかってこう珍しいけど面白いね、こううまくハマったらね、フィジカルで全部制圧してたね。面白そう。面白い。いや今年もトスだからそういう意味で言うと面白い、ね。面白い。まああとはそのユースのところが4名っていうところと、うん、平瀬選手も早稲田やけども元はトスのユース。ああなるほど。うん。っていう感じなんで、やっぱりトスのユースのやっぱ育て方っていうところが4名上がってくるってね。この前だって高間堂で優勝。ね、川崎倒して、俺健吾さんのツイートで見たけど。うん、ファイナルで優勝っていうところですよ。そうそうそう。中村健吾選手がトスおめでとうみたいな。うんうん、まあ両者ともによく頑張りましたみたいな見て、うんうん、優勝か。そうそう。こんなとこまで来たかって、ね。いやー、まあ、昔から強かったけど、うんまあ、より磨きかかってるっていう。そうよね。やっぱりもうなんかこう内部がかなりこう体制ができてるのかなみたいなですね。最初も話したみたいに、やっぱなんか仕上げてくるよねみたいなところが、監督だけじゃなくて中である程度こう仕上がってるから、こう、ね、チームもそうやし、ユースの方もこう仕上がってきてる。結構いろいろ調べたけど面白かった。素晴らしい、ユースのところも、うん、はい、はい、まあ、トスインがこんな感じですかね。まあまあ来年も、うん、まあ、そういう意味で言うと盤石なんじゃないかなというか。そうね、まあ、去年やれたんでうまく、うん、そうそう、まあ、今年も、うん、やるんじゃないかなっていう。去年 あんな感じでやれたっけ、今年またこの入ってきたメンバー見る限り、ね、まあやれるんじゃないかなってちょっと思ってしまうよね。じゃあやっぱ去年のが、うん、戦い方がやっぱこうたまたまうまくいったというよりは、うん、ちゃんとやっぱ河合監督が、う
抜けていった戦力も加味した上で こいつ入れればこういう戦いできて、うん、なんとなくこういう試合になるんじゃないかと俺計算してたんじゃないかなと思って、うん、だとやっぱ今年も俺は計算できてるんじゃないかなと思うんで、うん、俺とすもやっぱ来年も2桁切るぐらいまでいけるんじゃないかなとは。いやすごいね、ここ数年こう残留争いみたいなのもしてないけどすごいよね。マジですっげえとす、ね、うん、まあ、まあ来年はただアルスパが上に行ければなと思ってますけどね、はい、そうね、なかなか追い越せんけんね、はい、まあ、トスのサポーターさんもね、はい、これ見てもらって、うん、なんかまあ、アビスパへのヘイトであったりとか、はい、もう悪口とか、いやいや、ダメ、何もください、それはダメ、まあ、ちょっとトスの方もね、かなり俺、スタメンも結構入れ替わると思うので、ちょっとスタメン予想とかも教えていただけると、もう視聴者にも任せるタイプのチャンネルなんで、はい、我々は予想しません。はい、もう全部予想してもらったのを、はい、我々あたかも、はい、我々が予想したかのように発表するという、はい、そういうチャンネルでございます。最悪や、うん、はい、もうアビスパしかわからん、わからんね、そういうところです。これだけ入れ替わるとほんとわからんね。そうね、まあでも突然今回も面白そうですね、うん、はい、はい、はい、まあ今日も長い動画ご視聴できありがとうございました。チャンネル登録、はい、高評価、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。